なんだよ。で、母ちゃんの誕生日の前だって覚えてたから、うん、それやってんだよな。今年そろそろ行った方がいいんじゃない？なんかもう行った方がいいかもしれんね。もう今から行った方がいい。で、あと加湿器、うん、でも君んち除湿に力入れてんでしょ。うちは除湿。僕んち加湿なのかな。どっちだ。いや、この家は乾燥してるよ。乾燥してる。やっぱ、うん、やっぱ乾燥してるよね。エアコンずっと焚いてるから乾燥するんだよ、はい。うち、あの、消したりつけたりするからさ、うん、で、湿度計置いてあるんだよね、家に。はい。消してたら湿度 70% 超えるんですよ。なんでそんな 70% も超えるの、逆に。外から入ってくんの？そう。外気入れてるから、うち。ああ、そっか。で、エアコンつけ出すと、うん、少し経ったらもう一気に 60% ぐらいまで下がるのさ。24時間、年中無休でついてる、この家。じゃあもう、カッピカピよ。乾燥してるよ、やっぱ。そのせいだと思うわ。前さ、僕、置いてたんだよ、加湿器の。うん、違う、湿度計か、はいはい、湿度計置いたらさ16とかだったんだよね。サバサバだろ。そりゃ喉にもくるよ。そっか。やっぱで冬が一番ひどかった、うん、冬はエアコンずっと26度とかにするじゃん、うん、いやーやっぱ乾燥か。間違いないわ。だってうち 70% だよ常に。僕んちは何本ある？ 30 ぐらいかな、これ。これ多分ね、うん、30ないと思う。マジで？うん。でも水飲みながらやっていい今日。もうそうだよな。どんどん飲んで。うわー。一番大事な声なんだから。俺の声はどうでもいいんだから。なんで乾くんだろうな。もうエアコンで一回冷たい風にするのにさ、うん、冷たくしたらその分空気中の水蒸気が液化するじゃん。これ家的なことはないの？木造ですけど。木造じゃないか、さすがに。ないんじゃない？ないか。多分。中岡置いとけば湿度上がるかな。俺多分ね、不快な方の湿度になると思う。あの、ムシムシする感じの。ああ。単純なあの湿度だけじゃないと思うわ。どうしたの？なんかそのうちそれでヌメヌメしてきたりするかな。別にそんな嫌な感じはしないですけどね。おお、どうしたの？言ってみたの、言ってみたんですけど。ラビユー It's easy cause you're beautiful Make a love you It's your